ボーイの曲ですが、デビッドボーイがダメになっていた時代の名曲を拾ってやります。誰これはですね、ポセっぽいぞ。スキャリーモンスターっていう LP を知ってますか？3、6、解体、移転送信。その1曲目のイッツノーゲームという曲に日本語の女の人の語りが入ってる。それをやります。天ぷら屋さんが隠れを着ている。もう全国の自由の階段はない。Thank you.
Thank you.
Yeah.